はい、シューベルトのセレナーデのファーストパートの練習だよ。はい、まず人差し指で一弦の10フレットを押さえます。1、2、3。で次は中指で2弦の11、2、3。次薬指で3弦の12、1、2、3。そして人差し指で2弦の10。今2弦の10を押さえてます、ね、そしたらペタンってして1弦と2弦を一緒に押さえます。そして2弦の10、11でこのまま1弦、2弦、ここは跳ねますね。タララララんラ。そしてこの2本押さえたままで8にずれます。ドゥドゥドゥ。そしてこ今度はタタタタンタンですね。跳ねない。でまたこの2つ押さえたままズズズズズズ5にずれます。そして A7 を押さえて、まあ A7 を押さえなくっても2弦の2フレットだけ押さえてもいいです。親指の P で5弦を弾き、人差し指の I で3弦を弾き、1弦と2弦を M と A の指でそして3弦を I、MA ですね。そしてこの Dm のレファラの押さえ方ありますね。1弦の1を人差し指で押さえて、2弦の3を小指、1弦の1、2弦の3、3弦の2を中指で押さえます。で4弦から、そしてまた、10フレット1弦と2弦を同時に押さえて、もうコツが分かってきましたね。ここで8にずれます。ここは跳ねます。さっきは2個目が跳ねなかったんだけど、ここはタラタラ、そして C7、ですね。最初からいきます。1、2、3、2、3。粗末な解説になっちゃいましたけど、分かったかな。下から2番目10、11、10のところ、ですね。はい、じゃあ今日はここまででいいです。